子どもたちの生活や学習に役立ててもらおうと、県内の児童福祉施設に掃除機やベンチなどが寄贈されました。県庁で行われた贈呈式では、大阪ガスグループで奈良地区を担当する福井勝久支配人が、県福祉寮部の西川博部長に目録を手渡しました。大阪ガスはグループ各社の従業員から集めた基金で社会貢献活動 小さなともしび運動を昭和56年から行っています。施設側の希望に応え県立藤野木学園に掛け時計と掃除機県中央子ども家庭相談センターにはポータブル DVD プレーヤーまた県立聖華学院にはベンチが送られました。 今どういうものがオイル用かということを聞きながら、今、一番必要なものを選んでいただいているんで、すね。できる限り使っていただいたら、我々もこんな嬉しいことはないなという,ふうに思います。県立施設への寄贈は、今回が7回目で、大阪ガスでは今後も支援を行っていきたいとしています。